こんばんは。ねえ。こんばんは。こんばんは。Hello, hi。こんばんは。こんばんは。みさきちゃん、みさきです。ラムチさん。こんばんは。こんばんは、わわわわ。ナズワンさん、ありがとう。会いたいです。ぜひお話し会とか握手会とか写メ会とか来てください。待ってますよ。宿題終わってます。終わりましたよ。宿題は終わりましたとさ。すごいレインボースターありがとうございます。 Thank you。今日は何？今日は特に何もないです。なんとなく特に深い意味はありません。今日もこの後、今日30分ショールームして30分ルームスで配信します。はい、そうですね。今名古屋から帰宅中のバスで見てます。お、名古屋。お話から二重結婚は31日と9月1日までです。星様ありがとうございます。 I was going to watch yesterday. Please watch it. こんにちは。こんばんは。間違えた。こんばんは。見てこのハーマイオニーね、あの下マステで固定しました。あら、落ちないです。チョスさん、ほんまにジオンと同い年な。同い年ですよ。今から支払ってくる。ありがとうございます。あ、そう、あの一時受付で、あの当選した分、お話し会ねは、あの今日の11時23時59分までのお支払いなので、皆さん、あの当選した分なくなっちゃうんで、もし お支払いしなかったら、あのぜひあのちょっと忘れずにお願いします。みさき来たよ、ありがとうございます。あれ昨日だっけ、あれあれ昨日が選択じゃなかったですっけ。あ、すいません、間違えた。昨日が選択で今日がお支払い終わる日だと思ってた。あ、お支払い、そう、お支払い、お支払いは、あれ、お支払いも昨日、昨日か。すいません、間違えた。あれ、支払いは今日までの人と明日までの人がいる。なんかいっぱいいるらしいです。爆弾みたいなの、ありがとうございます。何が、くす玉。あ、コンビニは、え、洗濯でクレカは昨日まで、コンビニは明日だそうです。あ、コンビニが洗濯が昨日で、コンビニが今日です。金魚ありがとうございます。あ、洗濯によって違うのね。はい、洗濯によって違います、皆さん。洗濯によって違います。はいはい、洗濯によって違います。あの何払い、コンビニ払いにした方は今日までなので、忘れないでください。お星様ありがとうございます。そう、クレカの人は昨日までなんかだそうです。お肌かわいい。どういうこと、お肌かわいい、おもろい。知らせありがとう。でね、こちらこそ。ハートありがとうございます。風邪でバタン球だったから申し込みすらできんかった。ぜひ二次受付もね、まだあるんで、ぜひ申し込んでください。待ってますね。支払わないとキャンセルになるからね。いや、やめ、いやです、それはみんなやめてね。
手探り感、静かにしてください。ダメです。コバリアさん、 Thank you。 支払い昨日までって、昨日まで、あ、どこ行った、昨日までやっけ、びっくりした、今日まで、今日までです。多分人によるんですけど、昨日決済してありがとうございます。コバリアさん、ハートありがとうございます。それで過去に何度悲しいことになったか、ぜひ忘れないでください。会場も行きたいし、オンラインもいい、オンラインもいいです。私結構オンライン好きなんですよ。なんかリアルもめっちゃ好きなんですけど、なんかオンラインってなんかめっちゃ現実問題言いますと、周りに聞こえないじゃないですか、その自分と話してる内容が。それがめっちゃいいなと思いますね。逆にその話してた内容でそのまま次の人にも、あ、そういえばこれあったよねみたいな話になるのもあるんで、なんかそれもいいんですよね。あ、そう、9時から B2 の人狼配信されます。私がいますんで、ぜひみんな見てください。横顔見して、横顔、鼻高くしたいです。高くなんないかな、ここ高くなんないのかな。音符 Thank you。公園でしか見たことないんだよな。たくさん会いたい。ぜひ来てくださいよ。お話し会、お話し会、握手会、写メ会、肩たたき、肩たたきね、そう、秘密感ありますよね。確かに。小バリオさん、ありがとう。西野さんが人狼ですか？どうでしょう？ぜひ見てください。あのドッキリは誰の発案？誰だっけ？ジオンとかだった気がします。鼻筋はすぐ本当、あ、ちっちゃい、はあの こっちにちっちゃい。諸事情で30決件まで残ってたらオンライン取るね。リアルは遠征民やから、いや、え、遠征民やさ会いけないから、ぜひあのオンラインでも全然会えるのめちゃめちゃ嬉しいんで待ってますね。ヌー見れるの今日まで、ヌー見れるの今日までらしいです。ヌー見れるの今日までめっちゃコメントくる。さきちゃんにハマったのも運命、運命。人狼面白かったですよ。バラありがとう、ジュニア。そう、ムラ、確かにこれ結構ガチでムラちゃんって言ってたんですよね。それで疑われたりもしたんですよね。逆に海外の人棚を低くしたらしいの不思議。マジ欲しいです、海外の人の花めっちゃ綺麗。さくちゃんの髪型がバカに似すぎて間違え、思いました、めっちゃ似てた、びっくり。でなんかさくちゃんもあれらしいよ、なんだっけ、あの若菜の画像見せて、これにしてくださいって言ったらしい。かわいい。関西弁結構映っちゃってますか？え、どうなんだろう。なんか昨日私メイク部屋にいた時に、めっちゃ美咲標準語やんみたいな、標準語やんって言われて、まだ意外と標準語らしいです。たやさん、タコありがとう。村ちゃんって、あの人狼の村人を私村ちゃんって呼んでたんですよ。それです。何これ、たまやありがとう。誰ママありがとう。ねえ、びっくりよね。人狼パート2って書いてあったけど、前回人狼じゃなかったっけ。あ、多分前回なんか多分人狼してると思います、一回どっかで。カニさん、コバリオさん、ありがとう。愛知の言葉でもないね。多分私もともとちょっと標準語寄りなんですよ。だからでもこの間なんかなんだっけ、なんかあったよね、愛知の言葉みたいな、めっちゃ来てた。誰からそう言われたの？メイクさんです。ハートありがとう。なんだっけな、忘れたよ。終わりと三河で結構違う。確かにね。どうなんだろう。
難しいな。何弁ですか。さっきは鍵を閉めることは鍵買うっていう、いや、閉めるって言います。閉めるか、鍵をか、え、わか、え、言うんかな。キャプテンも未だに確かに。でもかりんさんなんか最近ちょっと入り始めたってなんか言ってました。年齢見すぎて大阪弁とか標準語とかわからんくなってきた。でもなんかわかんなくなりますよね。東京の方って。昨日スケブタせずでごめん。フォローあり、あ、見ましたよ。ありがとう。送ってくれてた。逆に名古屋の言葉ってどんなんなん？名古屋の言葉ってどんなんなん？どんなん？どんなんですか？自分でわかんないっていうね。カニに刺される。噛まれる。刺される。結構愛知言葉に強い。おお。名古屋の大学。最近悩みか。ありがとう。あ、机つるって言わないです。私も初めて聞きました最近。でも一個しまじでこればっかり言うんですけど、放課はいます。みんないます。なんだ。なんか愛知の人って。休み時間のことを放課って言うんですよ。 NMP の子の話聞いて一番大阪感じるのはじゃあの使い方だそうです。東海ってカレーの発音はどこ？カレー合ってる合ってる。そう、放課、うん、放課後は言わないんです。私逆に狩る、言わないと15分放課、10分放課とか言います。放課って言うんです。みんなぜひ使ってみてください。はい、燃やしてないです。放課後の放課です。捕まんないです。放課は休み時間です。ハートありがとう。そうなんですよ、分かっています。放課後は私なんか学校終わったらって普通に言っちゃってました。分からん、これはみんなどうなんだろう。私の友達とかちょっとあんま分かんないんですけど、魚のカレーと同じ発音って結構いる気する。カレーってこと？カレーをカレーって言うこと。下校は下校です。 The after class、 うん、そう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 。給食のなんて書いてあるんだ、星になっちゃって、〇〇があって何々じゃん、なあ、何々じゃってこと。あー、あれね、そうなんだ。そうそう、こんばんは。カレーをカレーに。ね、ちょっとやめてください。大食感、大食感言うかな、分からん。みさきちゃんこんばんは。こんばんは。そう、放課後って言わないんですよね。最近肩こりすぎたから早くみさきに肩抱えたい。さっきは実は名古屋の子じゃないからチャリのこと言わないです。めっちゃチャリです。昨日の声めっちゃ素敵でした。ありがとう。チャリンコ言わないです。橋と橋。でもコメントする、ちょっと待って。それでさーみたいなところが多分じゃあーね、そういうことか。そう、ハーマイニーって言ってもらいました。ありがとうございます。なんか猫みたいにミヤミヤ言ってるイメージだもんで。こんばんは、こんばんは。愛知を愛知で愛知てる。あ、ね、めっちゃダジャレ言うじゃないですか。こんばんは、くもかわいい。捨てることわかる？言わないです。グッパーの言い方が間違ったに違い特定されるから言わないで。
え、待って、言っちゃったよ。グッポ。めっちゃ騙された。ハートありがとう。ユニバ、ミシキ、なに、ミシキじゃない、ミサキですよ。英語は、逆気なんや、でも多分、うん、そっち。これ何なんですか、これもらってる、なんか黄色いやつ。ラインボースターありがとう。サチュさん心霊系とか、あ、無理です。みさきって関西弁が少しある、少しありますか。自分がね、何か分かんないんですよね。野原しんなすけさんありがとうございます。英語の方言もある。あ、でもあると思います。多分なんか場所によって違うみたいな感じだと。さっきは英語の訛りが強いのかも。え、どうなんだろう。なんかめっちゃアメリカのあれみたいな言われたことあります。花火玉、花火玉か。英語は世界中で方言だらけ。確かに。茨城、グッドパーで別れましょう。グッドパーで別れっぺ。そんなあるんだ。あ、そういうこと。あ、そういうことね。あ、それを言うなってことか。わかりました。黙っときます。アメリカではニックネーム的なものあったの。ミサキってその名前言われた。いや、ミサキかミサ。私あんまその時はミサあれだったんで、ミサキ、ミサキです。うん、みんなミサキ。さっきジャカルタで買った本ってどんな本。ドークダイアリーズって本なんですけど、めっちゃ面白いです。グッパは腸内レベルで違った気がする。そんな違うんだ。もう絶対言えないやん。ワリオさん、コンパありがとう。こんばんは、こんばんは。そんな違うんだ、怖っ。ハートありがとう。昔店舗で勤めてた時、スペイン系の人の英語の発音が頭抱えとか、めっちゃコメントありがとう。アメリカやオーストラリアの英語は聞き取りやすいね。イギリスの英語は聞き取れません。難しいですよね。この前の劇場公演で気づいたんだけど、私はね、さくちゃんつついてます。つついてます。つついてます。めちゃめちゃつついてますね。だるま Thank you。 インドの人の英語めちゃめちゃ前に聞いてた。そうなの。全然違いますね。そういえば英語、スペイン語の勉強続いてますよ。結構続いてます。何時かな、半か、あと11分。ハートとだるま両方ありがとう。こんばんは、こんばんは、こんばんは、わわわわ。昨日のドキュラしてた。あ、知ってました。はい、みんな知ってます。ケイトさん以外、その B2 のあのメッセージ内でやるんでみたいな感じでしたね。面白かったですね。すいません、ケイトさん。勉強継続するコツってあるの。ちょっとでもいいから毎日やる。もしたら多分習慣になる。わからん、私も下手なんで続けるの。この間スペイン語で私は英語を喋れますって言ってた。そうなんです、あのスペイン語で英語を喋れますって言いました。めっちゃ変な人ですよね私。アジア人の英語って聞き取れなかったりする。なんかやっぱ英語、アメリカに住んでたんで、そのアメリカに住んでる人、アメリカ人の英語はやっぱ一番聞き取りやすいです。そう、続けるのって難しいんですよね。黄色いのありがとう。ジオンです、ドッキリなのは。そうなんですよね、難しい。と
てつもなく難しい。そう、英語とスペイン語話したアメリカ大陸制。そうです、確かにスペイン語、スペイン語とフランス語ね、ちょっとマジでフランス語難しいんですよ。ちょっとあのびっくり、みんなやってみてほしい本当にフランス語。いや、 やっぱスペイン語一番メインで勉強してます。スペイン語メイン、フランスとインドネシアをかじってる。でも最近はちょっとあんまインドネシアできてないかもしれない。スペインとフランスメインかな。そう、イギリス人って分かりやすいで、分かりやすい、分からん、人によりますよね多分。フランス語分かる気せん。フランス語マジで難しい。誰もありがとう。ワーク苦手だから羨ましい。ワークって難しいですよね。でもフランスの R の発音激ムズ。フランス語教えるよ、教えてください。本当にマジで教えてください。何もできないです、フランス語。話し会、チャイナの日中に中国語で話しそう。私あの中国語喋れないですよ。中国語喋れないっす。あれもありがとう。大学の時ドイツの授業あったけど全然わからん。ドイツ難しそう。なんかドイツ割かし英語に似てる気する。フランス語も、そう、フランス語は軽くなんかちょっとやってみようかなみたいな軽いノリでやってます。いい、新しい美術今と違ったものするさ、なりそう。本当ですか、どんな感じになるんだろうね。シェシェ中国語は語順英語と一緒だから覚えやすいんちゃう。え、なんかあの漢字があるのがきつい。ちょっとね、漢字はねもういいですね。 No 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 漢字。シャマジシャ。スペイン語もフランス語も英語も元と同じよ。あ、そうなんだ。だし似てますもんね。でもなんかスペイン語はあの例えば赤いカバンみたいなさ、その赤とカバンの順番が逆になるぐらい英語と違ってね。そうですね、ちょっと漢字は嫌ですね、きついっす。さっきは割と逆で漢字に苦手意識があるのか。そうですね、漢字あんま好きじゃないですね。漢字はちょっとよろしくない。あと7分。フランス語は英語大阪弁でした。なんかすごい、そうなんだ。確かになんか似てるやつは似てるんですけどね、似てないやつは全く似てないんですよ。私ね、インドネシア語ちょっとここ最近できてないんですけど、インドネシア語でね唯一一個だけ覚えてるのがねみかんなんですけどね、めっちゃ みかんだけなんか謎にめっちゃ頭に残りました。ジュルークっていうらしいんですよ、みかんって。めっちゃ、いやめっちゃくだらないこと言ってる私だから。そう、なんかジュルークっていうらしいです、多分合ってます、違ったらごめんなさい。あ、ほら、あ、分かった。そう、ジュルークっていうらしいですよ。それと、あ、テレマカシーはめっちゃ覚えてますよ。なんか自分で勉強した中でインドネシアから帰ってから勉強した中で覚えてるのはみかんだけ、めっちゃ覚えてる。みかんだけめっちゃ覚えてる。なんでしかね、しかねだって。そう、ジュルークだけめっちゃ覚えてます。ジュルークグ。漢字って象形文字だから意味を知ると面白い。
みかんだけ連呼してくらいでインドネシアみかんってポピュラーな、ポピュラーなのかな、わかんないです。ただ私が勉強してる中で謎にそれだけ頭に残ったっていうだけです。ナルルさんありがとう。特急って中古で TUQ って書くんで、そういうなんか面白い感じがすごいすごい、なんかこのここがさ、こうやってピンポンしてる、ピンポン玉になってるみたい、あの卓球のあれでピンポン玉ポンってしてるみたいな、面白い。みかんうまい。猫飼いますか。猫飼ってみたい、可愛いしね猫。猫飼ってみたいです。フォローしました、ありがとうございます。56分、あと2分ぐらいでランキング見ますね。そのままあのルームスの配信しますんで、みんなぜひ来てくださいね。あの昨日じゃない、いつだっけ最後配信したの、一昨日ぐらいに配信したんですけど、700何人見てくれてたのに、あのマジであのそんな本当に全然来てなかったんでね、今日こそみんな全員来てくださいよ。ちなみにドリアン、どうやって言うんだろう、ドリアン。もちろん行くしかないよな、行くしかないよな。ニューヨークの帽子かぶってましたか、いつだろう。ニューヨークの帽子って何、帽子、この辺も帽子なかったよ。どうなんだろう、猫とコーギーの YouTube チャンネルよく見る、可愛いよね。なんか動物ってマジ可愛いんですよね、動物はガチ可愛い。激カワ。ルームスって通知来なかったりするからまずいよね。なんかねあるんですよ、確か通知寝る方法が。ちょっとこの後ちょっとやってみようかな。愛知県なんだろうけど、なんで関西弁だ、あれですね、よく大阪に行ってるからですね。よく大阪、めっちゃ単純そう、よく大阪に行ってるからです。ではランキングを見たいと思います。58分になったんでいきます。13位の方くんくんありがとう。12位の方野原しんのすけさん、のすけさんありがとうございます。11位の方なるるさんありがとうございます。10位の方山ちゃんありがとうございます。みさきのさきちょっちょどういうことありがとうございます。8位の方ゆうすけさんありがとうございます。7位の方かにさんありがとうございます。6位の方げんさんありがとうございます。5位の方かるちゃんありがとうございます。4位の方くにやんさんありがとうございます。3位の方じゅんやんありがとうございます。2位の方こばりょうさんありがとうございます。そして1位の方ゆうさんです、ありがとうございます。しんのすけのすけさんちょっとあの2個あるんでね、のすけが。とりあえず制服みさきとパジャマが楽しみ。では皆さん、この後あのルームスの方でも配信するのでぜひ見に来てくださいね。あの私のツイッターの方にリンクが載ってるので、そちらからアプリのダウンロードとみさっぴールームへの入会をしたら見れる配信となってますので、ぜひお願いします。そしてお話し会のね、二次受付が8月31日の12時から9月1日の12時まであるので、みんなぜひ私に直接だったりオンラインだったりで会いに来てください、お願いします。そう、リアルイベントの方はね、握手と写メと肩たたき、オンラインはもう全国どこでも世界中どこでも会えるやつとなっておりますので、みんなぜひ会いに来てくれることを楽しみにしております。圧をかけときますね、こうやって。あ、そう、9時から人狼配信も NMB の公式 YouTube で上がりますので、ぜひ見てください。では8時になったので終わります。ありがとうございました。プルマカシありがとう。ルームスにも来てね、バイバイ。